八千代テレビはですね、YouTube なので過激なこともしちゃうぞと、はい、YouTube 的なことをやりたいなと思って。これ嘘です。はい、え、何ですか。題して NG ワード言ったら即帰宅高級焼肉。何何そうなの。あ、写真が好きな。やっちろテレビ。氷川町の無限焼肉炭火焼きということでやってきております。今回番組初のドッキリをやりたいと思います。イエーイ。 YouTuber だ。 YouTuber やっちゃいます今回は。今回スポンサー様に4名お呼びしております。じゃじゃーん。こちらの企画書がですね、まあ、ちょっと画像出ると思うんですけど、スポンサー様に高級焼肉プレゼント企画っていう、ほうほうほう、ただただ焼肉食ってくれみたいな、はいはいはい、あの企画書を、偽企画書を渡してます、はい、おお。彼らはもうただただ肉食うだけだろうなって思ってワクワクしてますよ。ワクワクするんですけど、八千代テレビはですね YouTube なんで、はい、過激なこともしちゃうぞと、はい、YouTube 的なことをやりたいなと思って。題して NG ワード言ったら即帰宅高級焼肉。イエーイ。面白そう。面白そう。普通になんかこういう企画ちょっとやりたいなって前から思ってて、うんうんうん、でちょっと今回はスポンサー様にちょっと餌食になっていただく。餌食って、はい、ただただね飯食うだけってね。そんな甘いねことはないですよ。ないですと、はい、いうことでもうそろそろ来ると思って、はい、待ちましょう待ちましょう。楽しみだ。楽しみ。これ本当にどんな顔するかな。どんな顔するかな。面白い人ばっかりなんで、絶対面白くない。うんうんうん。いやー楽しみだな。はい、ということで集まっていただきました。ありがとうございます。今日よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、郵便会社上商店の上総一郎です。今38歳です。会社はからしれんこんとかカット野菜をしております。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。山田朝日と申しますね。株式会社マニオ福祉会という会社を運営させていただいておりまして、老人ホームの方ですね、千代市内の方で、運営しております。今日よろしくお願いします。お願いします。お願いします。皆さんこんにちは。こんにちは。八千代の本町一丁目でスナックバンブーをやっております。趣味が釣りとゴルフなので、うん、釣った魚を提供させていただいております。大量大量。皆さんに喜んでいただけて大変嬉しく思っております。よろしくお願いします。お願いします。ユニバーサルホーム八千代店の高村と申します。今新しいモデルハウスを今建築中で、来年の1月に新居をオープンしますので、工事作りをお考えの方は皆さんご来場ください。よろしくお願いします。よっ。こちらも一回全部湯が暖房。はい、標準でですよね。標準で全部入ってます。いいな。靴下いらないですね。靴下いらないですね。一年中玄関もですね。玄関も脱ぐところからも全部入ってます。もうそれ靴下売れなくなりますね。間違える。あ、そうですね。そうですね。間違えた。皆さんこちらのですね、紙を多分見ていらっしゃったと思うんですけど、これ嘘です。はい、え、なんですか。今日は嘘でしょ。今日はただで食べれるじゃないですか。ただで。あー、やっぱりね、1000だけ持ってきた。題して NG ワード言ったら即帰宅高級焼肉。まあ、こちらはですね、八千代テレビの YouTube なんでですね、はい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 、YouTube っぽいことをやりながら、はい、美味しい、はい、もちろんあの料理好きなだけ食べていただいて結構なんですけども、うん、NG ワード言ったら帰ってもらえます。なんで、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 はい、っていう企画です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。今コロナ禍だから黙食でなんか喋らないで食うのはあり。ダメです。あの警告が出ます。出るんだ。
一人称です、私とか、はい、でなかなか出なかったら増えていく、追加するっていう、追加そうですね、ちょっと状況を見てそこはこれを頭にまず装着してもらいます。あ、そういうことね。で、ここに例えばビールって書いたやつをこうしても自分には見えないみたいな、うん、あー、なるほど、ビールって言わせるように腰向けるみたいな、そういうゲームです、ね、うん、言ったから書いていただくと、自分でこう理解して、あ、多分これなんだろうなって、言わせようとしてるみたいなのを理解しながらね、そうなんです、さすが、はい、大丈夫ですか。大丈夫です。具合悪くなった。いつ逆に決まさるのみたいな。はい、お願いします。どうします一番、やっぱ、サミさん口癖とかないですか、口癖とかないですよ、あの人、口癖とか。え、飲まないですかね。けど、はい、僕とここは、ね、あ、はい、じゃあ一番初めて帰らせると思ったら、それの方が絵が綺麗と言ってたら、確かにね、そうですね、2になるんだ。すごいじゃん。あ、決まりました。決まりました。意外と早かったですね。そうだ、でもそこを退場してもらおうかな。もう勝負は始まらない。退場しようか。ありますね。あ、はい、お、マッチリマッチリ似合う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 。僕10分ぐらいいたいな。10分ぐらいいたい。わかりました。4人も結構気遣いだったし、あー、10分もレースもしてる。デザート、あー、デザート、ちょっと、絶対に、まあ、いいんじゃないですか。デザート結構長くやってました。長くやってました。緻密に考えてます、はい、緻密に。似合うね、なんか似合うね。なんか孫悟空みたいな。確かに。前からやってる。前からやってる。30分くらいは痛いかな。30分。いや、食べたいですもんね。ねえ。無理、タイ、地球をどれぐらい。タイはなんかメジャーに来そう、なんか感覚来そう。はい。キチン。タチウム。悩みましたよ、ちょっと。悩みました。お客さんの話しました。あー、すごい。ちょっとなんか、出られるかな。出ないだろうって最初話したから、いいね。あったか。ちょっとちっちゃいな。さあじゃあ、あのお手柔らかに。ゼロゼロいいですか。はい、行きましょう。これ最後残った人にはですね、なんと、なんと、なんと、おお。おお。ユニバーサルホームの家は夏涼しく冬暖かい。なぜなら床下ぎっしりの構造で外気温に左右されないから。地熱床システムのユニバーサルホーム。これ最後残った人にはですね、なんと、なんとおー、シャトーブリアンが。おー一人だけ。最後の一人残ったら、残れば残るほどいろんなものを食べる。ああ、そうですね。なるほどね。スタートって言ってからですね。スタートって言ってからスタート。乾杯がスタート。乾杯がスタート。飲み物はね、飲みたい。僕はノンアルいただければ。一番ノンアルコールビールを飲むかな。
ノンアルノンアルノンアル。僕はビールで。ビールで。ビールで。すみません、お待たせしました。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、これがノンアルビール。ノンアルビール。はい、ありがとうございます。なかなか楽しいでしょ。いや、なかなか楽しい。いや、なかなか楽しい。やりましょう。どうぞ。今度やりましょう。では、ゲームスタートということで、乾杯乾杯乾杯。デリシャス。ノンアルコールでも、いいね。ノンアルコールでもいい。なんか酔った気がしますもんね。2杯目いきそう。2杯目いきそう、どうぞ。早っ。家で晩酌するのが多いです。大好きです。もう寒くなってきましたもんね。寒くなってきました。警戒心が強い。警戒心が強い。熱感とかそういう。でも家が暖かいから、家暖かいからね。飲みますね。普段は飲みますね。だんだんバリバリ。もうガルのように。やっぱりビールからですか。ビールをちょっと飲んだら、あとハイボールとか。次にワイン。ああ、ちょっと怖い。なんか寄せようとしてます。お酒に合う。つまみは何が？やっぱこういう。こういうのがいいんですか？お魚ちゃんですよ。お魚ちゃん。ああ、お魚。お魚ですか。ああ。大根サラダと。お。和風サラダ。和風サラダ。和風サラダ。デリシャスそう。デリシャスそう。本当。こういう。サラダに合う、じゃあお魚ってどういうのがあります今だったら。なんかもう、帰らせる気満々でしょ。いやいや、寂しくなりません。ねえ、こちらにご質問を。いや、多分聞きたいことないし。あ、いつも一緒。今日の夜も一緒。今日の夜もなんなら。今日は、あの、本の街で。本の街で。そうですね。超警戒してますか。何か言わせようとしてるの。魚の名前かな。お。なんかテーマ的なものあったら。八代の今後について。おお。でかい。おお、スケールがでかい。狙ってます。え、何も狙ってない。まさか、まさか。大のコーン、ベリー。何喋り方おかしいな。一人一人質問を。あ、亀井さんへ。今一番興味あることは何ですか。カメラとか、高精度なやつとかを最近こう YouTube とかで。おお。YouTube とかで。あの。カメラ参戦みたいなやつを閲覧しておりますが、閲覧ね、はいはい、情報収集してね、そうですね、はい、何するのが一番楽しいですか？今ですか？やっぱ引きが一番楽しいのは青物とか、ブリとか、カマチあげたいですね、マグロとか釣りたいですね、マグロ、そういうことしました。ノンアルで。そうっすね。はい、意外だな、意外だな、残るな。やっぱ食べたいっすもんね。食べたい。これって、床暖房より暖かいっすね。あったかそう。そうですね。そうですね。これぐらい。床暖房は標準なんですか。標準です。あ、全部ついてるんですか。ついてます。八代店が全国のユニバーサルホームで売り上げ一番高いっすね。そうなんですか。
去年とかは一番すごい、すごい、それやっぱ営業の賜物、それは床暖房のおかげですね、うん、そうですね。で、なんか CM で見たんですけど、夏は涼しくみたいな、でも地球の温度をお家に伝えるっていう、はい、あ、床材とかを、あ、空洞がないっていう、うん、地球の温度を伝えることができるので、で、床下浸水もしない、災害の時は浸水はありました。あ、できた、できた、いただきます、ダミー、いただきます、いただきます、いただきます、ごちそうになります、メニー、メニー食べてください。右側のポンチで、メニー、メニー、いただきます、たくさんってことね、うん、うん、うまっ、これはまさに、うん、あ、ごめんなさい、あ、いいいいところで来てしまって、ごめんなさい、全然全然、これあとハイボールもいきますね、誰も朝肉に行かないっす。え、焼肉とか食べるんですか？たまに。たまに。締めとかはなんか食べるの？飲み行ってラーメンとか。僕は締めない。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 締まらないっすよ。締まらない。そうそうそう。締まらない。でも焼肉では。ね、締めのほら。締めは日本酒ですね。あ、スイーツ、あ、スイーツです、デザートなんですか、ね、甘いじゃないですか、うん、はい、あの、追加した方がいい、追加しましょう、はい、追加しますか、追加しましょう、ここに書く、あ、もうそれで、それで、あ、なるほど、で、見せないように、これこのままね、はい、そこで書いちゃっていいんじゃないですか、うん、あ、僕が勝手に、私が、うん、そう、え、いいんですか、はい、どんだけ決めなくていいですか、もうチキーン、こちらになりました、もういくつだ、38ですね、はい、今年8、はい、今年僕37です、38、37ですか、はい、39、自分も39、今年39、おー、私今年40です、え、じゃあ1,8,9,10 すごい、嘘、すごい、すごい、じゃあ、だいたい熊本ですか、うん、そうです、学ばれが吉郎、育ちは熊本、熊本大学まで熊本、じゃあ、失礼します、なんで笑うんですか、絶対言いそうなやつですか、私、いや、なんでそこ来たかな、みたいな、やばいなすごいな、もう1個食べれたからもう1個あったダメか、ダメか、まあ、シャトーブリアンまで、うん、美味しかった、あー、そう、タンが熱いっすもんね、うん、今出ました、何、今出ました、え、何が、何言いました、ダメか、ダメか、普通シャトーブリアンマラジュレ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 、美味しかった、あー、シャトーブリアン、あ、いやー、言った、あー、そう、はい、流してない、すごい、高く、あらー、どうせ今夜も一緒だから、一緒だから、バイバーイ、おー、あぶねー、あぶねー、もう二択だったもんね、これかこれか、二杯目こっち行こうかなと思って、そう言ってはいいんですよ、はい、言ってはいいですよ、僕があえて二杯目を頼んで、うん、一緒にしますって言おうと思ったんですけど、うわ、攻めてたんすね、ノンアルで、ね、あぶね、牛舎感が出てた、これこれで、ね、外に行きます、はい、マジでお疲れ様です、はい、マジです。お疲れ様でーす。皆さんまたよろしくお願いします。ちょっとここでさよならということです。マジですか？マジですね。これはこればかりはすいませんけど。はい、失敗しました。じゃあすいません。はい、ありがとうございました。はい。あ、かわいそうに。
秘密で YouTube。 どうですか、この2個目の、はい、僕大体なんか予想ついてます。すごいな、なんか最後まで残りそうだ、怖いな、怖い、はい、次はこれと同じ麦酒わけは分からない。警戒しとるな、警戒しとるな。お店で、お店で魚出してます、さばいて。おー、撮影の時は、うん、タイのフルコースでしょ。あ、見たかもしれない。無限ハラミですね。無限ハラミ、わ、ね、無限ハラミ、ありがとうございます。あの、はい、バンブーのママさんですか。そうです。あのバンブーのママさん、魚釣りとかゴルフとかする、はい、ですよね。お酒釣り行ってるんですか。行ってます。昨日、一昨日、日曜日行きました。何が釣れます。吉島さんのマダイとか。あ、もうそういう時期なんですね。うん、なるほど。吉島さんのことありがとうございます。お会いできてよかったです。ありがとうございます。シュシュンが書いてる。タチウオとか。あと、あともうやばー。じゃじゃーん。あー、もう絶対これ魚かな。では、お外の方に。ちょっと無慈悲ですけど、すいません。追い出すね。ターミーさんが家って言うから。追い出し。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。バイバイ。僕のやつは大体もう僕もなんとなく分かりました。はい、ただ2個目はちょっと分かんないですけど、やっと城じゃなくて、やっちろって下の方が意味あるんですよ。で、やつしろの人は、はい、はこの小さい図にした方が、はい、こうなんか地元感がある、あるじゃないですか。なるほど。やつしろだったら予想の人でも言うじゃないですか。はい、やっちろの方がいいかなみたいな。ですね。あ、なるほどですね。で、YouTube にしたのは何ですか。 YouTube にしたみたいな。あったYouTube にしたの、 YouTube にしたの、 YouTube にしたの。うまい、うまい、うまい、うまい。あー、ありがとうございます。ほんと待って、マジか。主役退場。すごい嬉しいね。はい。なんかやったった感ありますね。いや、今日本当に来てよかった。本当に来てよかった。はい。肘に強すぎません。ここまでは OK。あ、いいんですか。はい、ここまでは、はい、SDGs なんで。そうですね。はい。谷馬です。やっと言えた。ちょっと待って、はい、え、これ何？タミさんずっと八つ白は言ってたんですよ。はい。八つ白。そう。八つ白は言ってたんです。はい。で、あえてそこですよ。うわー。あ、上手でした。そうそうそう。おっ、どうしたこれ。上げ上げの特選カルプですね。いやいやー、上げ上げの特選ロースですね。ありがとうございます。ありがとうございます。これもダメか。はい、ということで、やった。のびちゃんともありがとうございました。お世話になりました。あの、後で請求書を送って。いやだ、やだよ。やばくない？だって YouTube とやっちろってさ、うん、完全あの、うん、一発で行くとる。きつい、しんど。でも耐えた方ですよ。ちょっとタクシー呼ばない。じゃあお疲れした。はい、バイバーイ。やったぜ。こっちのパターン？ん？床暖房？はい。あ、やったー。
か自爆した。おおはい、ありがとうございました。いやここに行っちゃいました。そうです、はい、いっぱい焼いたんで食べてください。いっぱい焼いたんで、はい、すいません。シャトーよっしゃ、え、一人で食べれます。大丈夫だ、大丈夫ですか。一人食べれます。大丈夫です。今日は俺で一番今日勇者ですから、ね、つけました。でも攻めましたよね、はい、すごい。いやいや、もう攻めて決めに行くつもりだったんで。マジで変える企画ですか。はい、そうですね、書いていただいて。あ、マジ変える企画か、はい、マジで。その辺のやっぱ八千代テレビの本気度も分かったんで、はい、あ、もう YouTube なんで、はい、またチャンネル登録皆さんよろしくお願いします。お、素晴らしい。マジで分かってらっしゃる、はい、ありがとうございました。失礼します。正月にぜひよろしくお願いいたします。なんかいろいろあったけど忘れちゃった途中。